里崎チャンネル。じゃあこんにちは。炎上するかもしれないです。やめてくださいよ。そんな話するんですか。いや俺は普通だけど、はい、これはもうね、はい、あえて言わなくてもいいことを言うから、はい、まあ賛否ある中で、はい、なるかもわかんないですよね。まあ反論する人ももしかしたら多いかもしれないってことですね。でも言いたいんだよ、はい、言いたいから、うん、もう視聴回数無視で、はい、言いたいことを言うっていう拒否です。はい、わかりました。まあもう里崎チャンネルだから、はい、里崎さんが言いたいことを言えばいいチャンネルですからね。そうですね。だから、はい、あの世に出したいっていうことだけでやる動画です。はい、わかりました。今日はですね、はい、選抜高校野球の球数制限問題です、うん、ああちょっと話題になってますね。はい、うん、あの1週間で500球以内っていうところで、はい、まあ、今回のね甲子園も、行われましたけども、はい、やっぱりそのね1週間に500球っていうところの球数制限に関わるところのチームでね、はい、投げれるけど投げないとか、うん、まあ、投げれないから投げないとか、うん、いろいろ問題ありましたけど、はい、その中で敗退していくチームが出てくるっていうところを見てるところが、うん、もう、うん、うんって思っちゃうっていう、なんかこう不平等だっていう。いや、めちゃくちゃ不平等なんですよ。まあそもそもですよ、はい、僕はもう球数制限なんて、はい、いらんやん論点なんですよ。前々からそうですよね。そもそももう大前提として玉が薄いやん、そんないらんやん、ゴリゴリやってればええやって、ね、そうそう、だからもうゴリゴリやる、私たちはゴリゴリやりますっていうチームと、はい、私たちは球数制限してゆっくりやりますっていう学校がもう言って、うん、はい、それを判断して選んでいけばいいんじゃないのっていうのが、まあ僕の持論なわけですよ、はいはい、だから今回まあこういう問題起きてね、でそもそも何が問題かっていうと、はい、もうトーナメントの苦渋で不平等さがありえすぎるっていう。そうですね。だからまあいわば今大会第1日目1試合、はい、神戸国際大付属と北海高校がね、うん、戦いましたけど、はい、勝った神戸国際大付属は2回戦が6日目、はい、だから2、3、4、5、中4日空きます、はい、で一番1回戦が遅いのが6日目中京大中京と仙台松戸、はい、6日目に行います、うん、2回戦8日目です、はい、中1日だから1回戦が遅くなっちゃったチームっていうのは本当に球数が結構それこそ本当に制限されてきちゃうっていうことですね、うん、そうそうそう、だから雨とか降ったりね、はい、その日程が伸びたら開くかも分かんないけど、はい、開かなかったらもう連試合、うん、連投よ。そうですね。それだから1回戦の第 1日目と最後だとこの不平等さってすごくない？すごいです。それによって、はい、その強い、ね、その優秀なピッチャーが1人しかいなくて勝ち抜いてきたチームが投げれなくて敗退するって、うん、やっぱそれはみんな甲子園目指して頑張ってる中で、うん、全力を出し切って負けたんだったら納得いくけども、うん、先発で出るからって謎の甲子園出れるとは分かんないじゃん、うん、でその中でなんか負けるってちょっとなんか切ないっていうか、うん、そうですね。それだったらよ、うん、もうそもそもよ、はい、1週間500球いかないような日程にすればいいんちゃうっていう。確かにそうです。日程をどうにかそう調整するっていう。1週間にもう2試合、うん、はい、うん、しかしなかったら500球なんて絶対いかないの、うん、それでいいんちゃうっていう、はい、そしたら不平等さもないじゃん。まあもっと開幕とかを早くして、うん、余裕を持って余裕を持ってやっていくと、うん、もう最多でやっても1週間に2試合とか、うん、やってくるとそのエースが投げれないっていう試合、はい、が明らかに減るじゃんね。だから一律和歌山とか、はい、そんな効率でバンバン人いないところでめっちゃいいピッチャーだったけど、はい、結局ねそういうのとかもあったりとかするわけでしょ、はい、いやーもう反対。でこうなってくると、はいはい、懸念はやっぱりピッチャーを多く作らなきゃいけないから、はい、私立とかお金がある学校がお互いで人集めまくるわけよ。まあ、ピッチャーを集めにしようとなりますね。ピッチャーも10人1学年、うん、もう5人ずつぐらい取って、はい、6人ぐらい取ってみたいな、うん、3学年で15人ぐらいいますとか、はい、ピッチャーだけで10人以上いますみたいな、うん、完全にいいやつ取ってその中からいいやつ使えばいいやみたいな、はい、そしたらよ他の高校に行ったエースなのにその学校に行ってしまうがためにアルプススタンドの可能性もあるわけ、はい、でもその学校も別にルールに反してるわけじゃないから、うん、いっぱい取って甲子園優勝するために、うん、ってなってくるじゃんね、うん、そうなってくるとより地方の公立に人が集まらなくなって、はい、ですっごいの一人いたけど、うん、だもう勝てなくなるんだよ。そうですね。だもう公立とかは勝てなくなるじゃん、うん、それどうなんっていう。しかもそんなルールで、そう
ですね。しかもまだそのまあじゃあ1人すごい子がいたとして、うん、500球にもうちょっと達するけど、うん、でもまだまだ元気だし全然怪我しそうな感じもないし、うん、まだ全然いけるぞって時にでも投げられないでチーム上げるってなったらかわいそうですよね。いやめっちゃかわいそうじゃん。だからそれだったらもう日程もっと考慮すればいいし、うん、なんかそしたらね甲子園は阪神のものですっていう人がいるんだけど、はい、間開けて、ね、だからもう火水木とかだけやって金土日阪神に返してあげればいいんだよね、はい、そ週末だけは阪神地元できるんだから、そうですね、うん、だからその1週間全部やらなくてもいいんだから、はい、それによって合間合間でどっちが作ったりとか、はい、だって神宮球場だって、はい、午前中六大学やって、うん、夜ナイターやってるから、そうですよね、だから甲子園も午前中とかお昼まで甲子園やって、うん、午後からプロ野球が使えば確かに別にいいわけだから。だってナイターの試合って練習ホームチームも2時ぐらいからですもんね。でしかも練習室内とかでするわけ、はい、ヤクルトとかも、はい、だから甲子園も室内すごい室内あるから練習は室内でやって試合だけグラウンドでやれば別に併用できると思うのね、はいはい、試合8時スタートとかだったら余裕じゃないですか。そうそうそう、だから2試合ずつやればいいわけよ、はい、甲子園もね、はい、でそれでやれば別に阪神に迷惑かかることもないし日程を考慮すればいいわけだから、はい、そういう風にやっていって感覚を持たせれば、うん、1週間に500球を投げたくても投げれなくなるんだから、うん、それでいいんじゃんみたいな、うん、俺はもう球数制限はそんなにいらない派なんだけど、はい、するんだったらもうそんなことよりも不平等さが起こらないように日程の間隔を空けるとか考慮してほしいよ ね、 そうですね。であともうねもう本当俺の一番大嫌いなのは、はい、教育なのに勝利至上主義ダメっていう人、教育なのに教育だからっていう、ああ学校教育なのに勝利至上主義に走ってダメやっていう人いるけど、はい、なあ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 って言いたいのそうですか。いや世の中、はい、勝利至上主義しかないやろっていう、まあまあまあそうですね、まあ、勝ちたくて試合してますからね。だってさ、うん、もう俺は言いたいことが一つある、はいうん、勉強も勝利至上主義ちゃうんかっていう言ってんだよ、はい、行けるとこ変わるじゃん。変わりますね、はい、だからみんな朝から晩まで塾通ったりとか、うん、東大目指すところとか、うん、1日十何時間勉強したりしてるわけでしょ、うんはい、勉強はいいのにスポーツダメなんていう、うん、なんでよ勉強は十何時間勉強しても誰も何も言わんのに、うん、なんでスポーツ部活は2時間とか、はい、いやそれはね、うん、その中学校とかのね、はい、学校の先生がやりたくもないスポーツの顧問になって、うん負担が多くて学校のこともやんなきゃいけない、はい、スポーツも部活もやんなきゃいけない、うん、負担が多くて自分の時間ないそれはきつい、うん、だったらね、うん、もうある程度生徒に任せてそういう練習とかも組んだりしながら、うん、組織論とか勉強させながら先生いなくてもできるとか、うん、もしくは外部から監督とか見てもらう人を協力してもらってね、うん、公立だったら県とか市とかがね、はい、でその見るのを外部から招聘するとか、うん、もしくは一つの部活に担当教員を3人ぐらいつけて順番に見るとかね、うんはい、で分からない人がいても、うん、選手たちで考えてやらすことによっての自分たちの考えを社会に出ても役立つような組織作りとかを、うん、マネジメントとかリーダーシップとかを教育する、はい、っていうのが教育じゃん、うんうん、2時間ってええやんって勉強2時間かっていう、まあ、そうですね、まあ、もちろんそういう部活とかでやるっていうのは礼儀を学んだりとか団体行動を学んだりとかそういう教育の部分っていうのもすごく大きな割合占めてると思いますけど、でも試合をする限りやっぱり皆さんで勝ちたくて試合するわけですね。しかもよ、勉強は無理、嫌い、点取れない、はい、俺はスポーツで生きていくっていうやつに勝利至上主義とってかわいそうやろっていう。そうですね、勉強無理だしスポーツも無理、うん、でも文化芸術大好き、はい、絵描く、うん、歌う、ね、吹奏楽演奏する、うん、っていうので、うん、世界のトップになる人たちもいるわけだよね、はい、その人たちの可能性を、うん、なんで教育っていう一言でくくられて、うん、制限されなきゃいけないんだって。じゃあ勉強はよ、はい、スポーツも嫌い、全然できない、文化芸能もうまくない、勉強一流、十何時間します、うん、OK! はぁみたいなだってよ、はい、勉強でもノイローゼになったりとか、はい、親殺してる人もいるからね。
まあそうですね、プレッシャーかけられすぎてとか、うん、そうとかなったりとかして、うんうん、勉強のしすぎでもノイローゼになったりとか、その勉強は勝利至上主義だから、うん、それによってあの大学行けなかったどうしよう、あの高校できなかったどうしよう、あ今度の点で1点少なかった、あ何点目標点数、うん、あ順番が下がったって言ってノイローゼになるとか鬱になる人もめっちゃいるわけ、はい、全国に、うん、それはいいのに、うん、スポーツダメな勝利至上主義で、そうですね、勉強って1日に何時間しかやっちゃいけませんっていう決まりないですもんね。ないじゃん、はい、でもなんでスポーツあんの、逆にだって俺スポーツで生きていきたいんだから、うん、スポーツで一流になって、うん、ね、あの今テレビでやってるけどダルビッシュが投げるようなメジャーリーグ行きますとか、はい、うん、サッカーだったらねセリエ A とかリーガとか行きますとか、はい、あのテニスだったらね大坂なおみちゃんいるけどね、はい、ウィンブルドンで勝ちたいとか、うん、ゴルフだってねマスターズで勝ちたいとか、うん、でみんなそれねマラソンでも世界新記録出したいとか、うん、オリンピックの金メダル欲しいっていうね、うん、目指して子供の時からずっとやるわけ、はい、卓球の、うん、ここから愛ちゃんとかでも子供の時から、はい、ゴリゴリもゴリゴリよ、うん、やってるわけよ、うん、それでなりたいのに、はい、なんで勝利至上主義とかは、うん、そんなのお前人生かかってんだよっていう。そうですね、だったらやっぱりこれ多分前の動画でも言ってましたけど、そのやっぱり各学校ごとに、まあ、決めたりとか、決めたりとか、むしろルール的にそういうのになんないようにスケジュール組んだりとかするか、うん、もうゴリゴリで勝負かよ。俺はもうゴリゴリで勝負、俺はもう古い人間だから、うん、もうそれはもう賛否もう批判覚悟で言うよ、うん、俺はもうゴリゴリ派だから、はい、ゴリゴリで押すけども、はい、でもそれが嫌なんだったらそういうところまでカバーしやんないと、うん、それに命かけてこっちはやってんだから。そうですね、それを、うん、あのなんかもう2時間とか勝利至上主義とか、まあそんなもんお前世の中勝利至上主義やろかお前、勉強が大前提そうやろかっていう、その1点で行ける大学行ける高校就職先全部決まるんちゃうんかっていう、うん、それだったらもう頼むから、はい、勉強も勝利至上主義やめてくれっていう、はい、そしたらいい俺は、はい、教育なんだから、うん、お手でつないでランランランで、うん、好きな高校好きな大学、うん、行けるようにしますみたいな、はい、そしたらいいですよね、うん、そうですね、うん、まあ、だからそうやって一律でスポーツのルールを作るんじゃなくて、まあ、学校ごとに、まあ、言ってたじゃないですか、うん、もうこの学校はうちはゴリゴリでいきます、うん、うちはもう怪我しないように安全にやっていきますとか、うん、そういうのをやってみんながこう選べるようにしていって、うん、やったらそれなんかね、そうそうでまた言うのよ、うん、そうしたら高校生とかでそんな判断できる人はいないって、うん、バカ野郎、大人もどうせ間違った判断しかできねえだろっていう大人が完璧みたいなこと言う、大人も間違うんだから。そうですね、だって大人になって思いましたけど精神年齢ってそんな変わんないんですよね。変わんない変わんない、もう俺なんてもう体は大人、心は子供だから。本当何歳ぐらいなんですか心は。もう15歳。思春期よ。だって、はい、今15歳で思い出したけど、はい、俺の人生の今を築けたのは、はい、15歳の時に、はい、高橋先生に会って、はい、俺は先生についていくって決めた15歳が今になってるわ。俺は15歳の判断が人生全部うまくいってる、はい、そこで先生についていかないで違う高校ね、いろんな 5校ぐらいからスカウト来たから、はい、他の高校にもし行ってたら、うん、よ、はい、今の俺は 100% なかったと思う。で俺はこの15歳のこの中学校3年の中坊の判断が人生、はい、今のここにゴールに来てるわけ。へー、そう考えたらよ、はい、バカにしすぎよ子供ってか、その中学校高校生を、うん、判断できるよ、はい、判断できないやつは大人でもできない。そうですね、だからその判断できるように大人が何やらなきゃいけないかっていうと、いろんな選択肢を与えて判断しやすいように、はい、そこしかないっていうのが一番ダメやと思うの、うん、俺は、うん、そしたらもう判断できようができまいがそこ行くしかないじゃんね、うん、だから大人がやるべきことは子供たちの未来を明るくするために判断できるように、選択できるようにいろんな選択肢を与えてやるのが俺は一番いいと思うのね、うん、だからもうゴリゴリ派、ね、の人もいるだろうし、はい、そんな怪我やっていう人もいるかもしれないけど、それゾロ選択肢を与えてやってそれを選ばせるのが一番いいわけで、何かに不平等を起きるのが一番ダメだと思うの。そうですね、うん、だ球数制限もその怪我をしないように未来を守るためにっていうふうにまあ打ち出してやってるわけじゃないですか、うんうん、でもそれでもしかしたら未来を潰しちゃってる可能性も、全然球数制限のおかげで未来潰してる可能性も 100% ある、あるわけですよね。それで成長をできなくなったとかね、うん、はい、成長できたところをできなくなった、アピールできるところをできなくなった、うん、少なからず今袴田さんすっごいいいこと言ったけど、うん、あのそれで未来を潰してる可能性も十分ある、はい、そういうのをね考えた方がいいよね。そうですね、うん、だからもう俺は言いたい、球数制限なし、はい、やるんだったら日程もっと広げろ、勝利至上主義、はい、バカ言うんじゃねえよ、うん、
勉強も勝利しろ主義やろ、みんなそれにかかって一生かけてんだよってね、これだけは言いたい、はい、今日の動画です。だから炎上します。はいでも結構伝わったんじゃないですか。まあね、伝わればいいですけど、まあこれもね、最後締めくくるとしたら、意見はいろいろあるのよ、ね、その中でまあ自分に合うものを探してね、もし子供たち見てたら、自分に合うもの、どれが自分に合うのか、どれがだってどの道行けば成功できるのか誰も分かんないよ、自分が選んだ道を成功さすしかないのよ、その代わり選択肢を与えられる大人でいたいし、子供たち見てたらね、何がいいのかを、自分に何が合うのか、自分がどの道を行くと成長しやすいのかをね、考えて人とかね、事柄を選んでほしいですよね。はい、おしまい。